まあいつもの顔ぶれというか、まあ、ごっこクラブの、まあ、面々もしかり撮影チームにはいたりするんですけど、まあ、基本的に SNS を中心に活動してるんで、えー、今回その長編みたいな形で取り組ませていただいてるんですけど、まあ、やっぱそのどうしてもやっぱな,なんか舐められるというか、まあ、そういうイメージがあるだろうなとは思ってるんでやっぱその。 SNS で活動してるやつらねみたいな見られ方すると思うんで、まあ、そこはやっぱり、うん、そういうふうに見てる人たちにもあ面白い作品作ってるやつらだなって思ってもらえるように作品作りしてるつもりです。あ,のあまり違いいは、えっと、感じててなくて まあ、もちろんその気合いの入り方みたいのは、まあ、いつも以上にこうチーム全体で感じるんですけど、まあ、作品作りにおいてはそのやることはあまり変わらないと思っているのでもう今まで通りちゃんと面白いものを作っていけたらなっていう気持ちでたいます。 まあ、YouTube でもともとあったりだとか、まあ、僕たちは TikTok を中心に、えー、と活動したんですけど、まあ、あまりそのショートドラマみたいにやってる人たちがいなくて最近すごくショートドラマをやってる方たちがゴッコクラブ以外にも増えてあのもちろんそういうところから刺激をもらったりだとかやっぱりその自分たちだけじゃなくて他のチームが盛り上がると。 まあ自分たちもこう活気づくというかショートドラマに活気づくんでまあそういう意味でもこういろんなインプットだったりとかをさせてもらうためにあの見させていただくみたいなことはありますね。例えばですけどなんか隙間時間とかまあそういった時間でこう例えば寝る前だったりとかちょっと移動してる間とかにまあ見れてしまうっていうのは。 まあその中にこうギュッとストーリーが入ってるんで、まあ、そういう隙間時間に見たりするっていうのは多いと思いますね少し大人になって自分の時間まあ仕事だったりとか自分の時間がこうある中でその中でこうストーリーだったりなんかその感動するとかなんか まあそういう刺激をもらうためにこう隙間時間で見れるっていうのはショートドラマのものすごくいいところだなと思っていて、まあ、そういうところですかね。俺何パーズあーおしゃれパーズまあおしゃれっていうか服とかが好きなのシャレパーズ。シャレれパーズらしいです。 ごっこクラブの渡辺大輝です、はい、ショートドラマを作ってまして、まあ、短い時間で、えー、いろんな人に日常の小さな愛を届けるためにドラマを作ってますが、まあ、今回、えー、こういう形でいろんな方たちと、まあ、長編作品みたいな形で、あのー、この作品に携わることになりまして、まあ、今まで以上に この長編作品面白くするために頑張ってますんでぜひ皆さん見てください。